新型コロナウイルスの今日の県内の新たな感染者は57人、先週と比べて減少傾向が続く中、今月末が期限の緊急事態宣言について、静岡市の田辺市長は、まん延防止措置に移行できるという考えを示しましまた県が静岡市をあのまん延防止適用するとしても、まあ、そこにあえて異を唱えることは考えていらっしゃらないということですかね。 今月末が期限の緊急事態宣言について静岡市の田辺市長はきょうの会見で宣言を解除しまん延防止等重点措置に移行できるという考えを示しました市内の12歳以上の希望者のワクチン接種の見込みが立ったことなどが理由で県の決定に従う方針です県内ではきょう新たに57人の新型コロナウイルスへの感染が分かりました 自治体別に見ますと静岡市で20人浜松市で9人富士市で5人沼津市で4人などとなっています県によりますと牧之原市の工場のクラスターでは新たに21人の感染が分かり合わせて99人となりました静岡市では一昨日は新たな感染者は確認されず昨日は1人だけでした一方今日は20人 連休中は検査数が少なかったことが関係していますが市は引き続き予断を許さない状況だとしています感染拡大を防ぐためにも今後の鍵となるのがワクチン接種です静岡市では先週水曜日から12歳以上のすべての市民のワクチン接種の予約ができるようになりました当初用意した予約枠は8万5000人分 しかし初日だけで8万3000人分の予約が入り新たに1万5000人分の枠を追加しました私どもはあ受け皿を作っていくということが責任でありますので予約枠はいろんな工夫をしながら必要に応じて拡充をする努力を続けていくつもりであります結局追加した分を含め9万9000人分の枠に対し おとといままででに9万6人分が埋まっている状況です静岡市は11月7日までに希望する市民が全員接種できるようワクチンの供給量とのバランスを見ながら今後も迅速に対応する方針です。